アリアーレビューティー専門学校は、愛知県名古屋市千草区今池に丁目にある私立、専修学校の利用士養成施設及び美容師、養成施設。運営母体は、学校法事外治療学園。2019年には、創立70周年を迎える。前身の愛知県理髪市養成所からは、創立80年を超える。としては、しっかりした技術を学べるとともに、 生徒と学校が一体となってとても楽しかったという印象が多い。40代の常勤の先生の中に、名古屋市優秀技能者表彰愛知県優秀技能者表彰1938年9月、愛知県理髪市養成所として、名古屋市昭和区あゆじ通り後に創立。理美容が国家資格になる前、理容師美容師の前身である理髪業従事者の技術養成所として建てられた。 戦後、当時の管轄だった内務省から昭和13年に厚生省が独立した。これに伴い、現在でいう利用士、美容士の学校として愛知県下発として開校した。昭和20年頃の愛知県理発市養成所時代の実習室1949年6月、愛知高等利用学校として設立。愛称は愛光理。1947年に、 利用士法が交付され、すべての利用士、美容士に利用士国家資格が必要になった。無資格者を救済するために、愛知県利用組合員により設立準備が進められ、1949年に創立した。1963年3月、入学者が増えて狭マになったため、現在の場所、名古屋市千草区今池に移設した。昭和40年頃愛知高等利用学校時代の、 校舎1969年12月、入学者増加により、愛知県一宮市に、一宮文工一宮高等利用学校を建設。1975年3月、愛知利用専門学校と、公明変更。愛称は、愛理線。2004年4月、愛知利用美容専門学校と、公明変更し美容科を設立。愛称は、愛理美。2009年4月、 アリアーレビューティー専門学校と公明変更。2015年に無資格者が授業を行ったと報道があったが、衛生管理の授業内で消毒薬等の計算を指導するために、中学で数学を指導していた、上勤の物理科学の教師が教えたことで無資格ではないかと取り立たされたが、衛生管理の教師も上勤で複数名いたため特に問題はない。2016年、 2017年には、技能五輪全国大会利用職種に出場し見事、関東省入賞を果たす。ありがとうございます。